揺れるぜ。遅れは取らんぞ。行くぜ。任せてくれ。目標は敵先行戦車の撃破だ。これが最後の戦いになるだろう。いい正体、出撃。この程度か。仕方ねえな。ねえな。
方ねえな。ほれ、ちょいと見せてやるか。仕方ねえな。嫌がって。やってやるか。私に任せて。センチュリオンにたどり着いたわ。これから動力炉に向かうわね。よっ。わかったわ。わかったわ。えい。ドキドキしちゃうわね。よく狙わなきゃ。私とアルの聖域を汚すな。潜るのか。クロード、敵戦車のラ
傷になるだろうが。爆発に巻き込め。ドキドキしちゃうわね。邪魔。
青き光は誰にも渡さん。お前たち戦闘薬を使え。消え去れ。消えろ。ドキドキしちゃうわね。任せて。どこだ？この距離なら届く。おお、悪い。頑張らなきゃ。
リシャが沈黙した。見事だクロード、我々の勝利だ。かつてない強敵だったが、今のE小隊の敵ではなかったな。ああ、みんなのおかげだよ。これでようやくアンジェを。そうだ、レリー、レリーは通信がつながらない。まだセンチュリオンの中にいるのか。マイルズ、センチュリオンへ向かってくれ。危険だが頼む。はい、僕だって覚悟は決めています。どこへだってお供しますよ先輩。急いでくれ。はい。大丈夫。このくらいの傷なら。アンジェ、今行くからね。待って。大切な人が待ってるの。だから私行かなくちゃ。大切な人。ベルガー様、ベルガー様、どこですか。キアラ、帝国兵の残した制御装置、これが強制的に爆縮を進めているのなら、解析して逆操作すれば爆発は止められるはず。こんなものにアンジェの命を奪わせたりしない。パパの研究を歪めて生み出されたおぞましい装置なんかに、私バカだった。パパがどうして研究を帝国に渡さなかったのか、そのことに思いを巡らせもしないで研究を引き継いで合衆国に渡してしまった。そこに何の覚悟も意志もないまま、ただ帝国への恨みを晴らすためだけに
私の浅はかさが。アンジェ、あなたをこんな目に遭わせているのなら、私は何があってもあなたを助けなきゃいけない。パパのラグナイト圧縮技術は誰かを苦しめるために作られたんじゃない。憎しみの連鎖を生むために磨かれたんじゃない。みんなを幸せにするために生み出されたんだから。そうよ、あなただってアンジェ、幸せになるために生まれてきた。速度を上げられないのか。すみません、どうにも道が悪くて。レイディー、レイディー、応答してくれ。くそ、繋がらない。レイリー、無事なのか。レイリー、アンジェを取り戻した。私はやった。ねえ、救出できたのか。すぐ行く。今どこにいる。開かずの区画よ。火の手が囲まれてて動けない。アンジェは眠っているわ。まるで本物の天使みたい。レイリー、しっかりしろ。うん、大丈夫。話してると気が紛れる。そうか、何か。そうだ、ハーフェンの話を。ハーフェン、帰りたいな、あの家に。帰れるんだよ、もうすぐ。ほら、工場を再建したいって言ってただろ。覚えてたんだ。あれ、結構本気だったのよ。工業機械に転用可能な特許ものの発明、私いくつか持ってるの。資金さえ調達できればすぐにでも。そうだね。なら星の子祭りの話は。うん、悪くない。でももうメダルはもらえないわね。私たち大人になっちゃった。ラズも、カイも、あの頃には戻れない。大人になったから
成長したからできることもある。帰ったらあの頃とは違う新しい思い出をたくさん作ろう。いいわね、戦場でも思い出はたくさんできたけど、少しだけ重たすぎる。だな、レリー、平和になったハーフェンで作るんだ、幸せな思い出を、僕と一緒に。レリー、クロード、レリせないのなら、他の誰かのものになるのなら、この手で海の底へ。ベルガー様。おお、ニコラか、よく戻ってきてくれたね。失敗ですか？いや、失敗ではない。まだだ、まだすべきことが残っている。さあ、早く私を起こしてくれ。そしてセンチュリオンへ。私は失敗しました。ベルガー様も失敗しました。私が失敗などするものか。ニコラ、早く。分かっています。一緒に行きましょう。そうだ、さすがは我が娘。時間がない、急がねばならんぞ。大丈夫ですわ、一瞬です。それは戦車の起爆スイッチ、いつの間に。すべてあなたの教えのままに。キアラが待っています。行きましょう、ベルガー様。ニコラよせ、やめろ。